はい、続けてどんどんいきますよ。はい、お次のゲストでございます。もうこの方、香取神社の奉納ライブ始まって以来の、一番の大物ゲストかもしれません。ご紹介しましょう。姫の木梨花さんでございます。かわいいでしょ。まあ、ちょっとご存知ない方にね、簡単にご説明しますと、はい、姫の木梨花さん、80年代にももこクラブというね、グループでデビューしまして、知ってる人いっぱいいるんじゃない？いるかな。そこからね、はい、同期がノリピーさんとか、そうですね、畑田理恵ちゃんとかね、畑田理恵ちゃん、あと西村智美さんも、ね、島田奈美さん、そうそうたるメンバーの、ももこクラブから、80何年でしたっけ、ソロデビューしたの。89年に、はい、ね、ソロデビューしてね、ベストテンにも出たことあるって。、ね、すごいですね。出たかった。はい、そんな梨花さんがね、なぜここにいるかっていうと、まあ、そういう話は後でいいですかね。いいですよ、ね、まずはそうですね、デビュー曲をね、まず聴いていただいたら、そうですね、もしかしたら、あ、この曲知ってるっていう方がいるかもしれないですよね。そうですね、これはメゾン一国というアニメね、皆さん知ってますか？知ってるね。うん、それの完結編のですね、あの頃、映画の主題歌ですよね。はい、そうでした、エンディングテーマだったかな。はい、ちょっとご挨拶だてが一発、はい、歌いたいと思います。はい、よろしくお願いします。ガラスのキスという曲聴いてください。
ました。歌っちゃいましたね。いやどうですかこの。素晴らしいですね。なんかですね、私去年から初めにですね、友人から電話をいただきまして、それでリカがなんかね神社で歌ってる夢を見たって。この光景をね。そう、それで、ってどういうことどういうことってどういうのって言って、その時に私が神社で歌ってる人って言うとパーマネンツ、ね、あともう一組いたんですよ、そういうお寺でね、それでそのスクショを送ったらこれ、ね、本当に偶然そう来日し、あ、来日っていうかね、この方ねアメリカ住んでるんですよ実はですね、国際結婚してねアメリカに住んでるんですけれども、そうちょうどこの機会にこの、そう先月にちょっと帰ってくるという予定が入りまして、 Hey, how are you? Welcome. 今日はあ、もう息子さんも来てますね。そう、カイト、カイト、Hey, it's my son over there. かわいいでしょ、ね、あ、ちょっとね、ガルフレンド、Yes, over there too. Sonis, Sonis, she's a comedian. She's theハローキリーボイス、国際色豊かになりましたね、カトリーの、今日はもうね、姫の木ファンの、そう、姫の木ファン、皆さんがいらっしゃって、はい、でありがたいです。ちょっとかいつまんでどうしてこう一緒にやってるかっていうそうですね、ちょっと話しますと、はい、まあちょっとね、アイドルからこうアーティストっぽく、そう、アーティストというか、まあ、年齢とね、共にね、そうした時に、僕がギターを弾かせていただくことになりまして、はい、それでバンドをね、ユニットバンドをしたんですね、姫乃木リカ、ウィズ・カミングスーンというバンドを作りまして、はい、その時に、結構、そうです。で、それがかれこれ25年ぐらい前です。そうですね、もっと前かもしれないですね。30年ぐらい前ですから、ね、そうですね。で、まあ、ずっとね、アメリカに住んでいらっしゃって、まあ、お子さんのね、子育てとかもあって、しばらく会ってなかったんですけど、あれ2019年にですね、ちょっと全員子供が、卒業したり大学行ったりうちが空っぽになって、はい、一人で日本に帰国できるかもっていう時がありまして、うん、でタコ君ちょっと帰るんだけどなんかやろうよって言ったら、うん、なんか面白いことをやりましょうよっていう、はい、やりましょう、そう、うん、それが最初はね、パーマネンスのゲストかなんかに出てもらおうと思ったんですけど、なんかどこからか聞きつけた方がこう噂をね、聞きつけた方がたくさんいらっしゃって、でワンマンライブになっちゃったんですよ、その時ね。そうなんです。ね、そう、もう超満員で。その時が、それがきっかけで、もう毎年ね、CD を出したり、そうなんです、はい、曲をやったりしていますけど、ね、その中のね、はい、今日は曲を、皆さんにちょっとしっとりした曲なんですけれども、はい、今の、私たち、ね、この年の皆さんの、うん、はい、曲を聴いていただきたいなと思います。それでは、聴いてください。姫乃木リカ and the coming soon でマジック。これから先どれぐらい
アルバム作って、はい、ね、あの春にリリースしたんですけども、またね、今後ともいろいろ、あの年に1回ぐらいは帰国して、そうです、2回ですね、2回、はい、2回今のところしてますので、ライブをやったり、ね、活動しますので、皆さん一つよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。神津君、ライブの時はね、この、ドラムは宮田じゃないんですけども、トムさんですね、カヨさんも入ってくれて、あと、あそこにあのプロデューサーの川瀬康夫さんが、はい、来てますね。あの方すごいですよ、あの皆さん、あの山口百恵さんのプロデューサーですから、サインもらった方がいいです。サインもらった方がいいですね、あの超有名な方です、こちら。はい、ね、拝んどいてください。本当、もうここにね、じゃあちょっと、あのもう一曲だけ、そうですね、せっかくなんで、はい、デュエットしましょう。デュエットしましょう。ね、はい、この間カラオケ行ってね、いろいろ何やろうか。バラしてる。まあ僕らの世代の曲ですねこれね。そうですね。ちょっと、まあ川瀬さんの前でやるのはちょっと恥ずかしいんですけど。やってみましょう。はい、それでは聴いてください。石川優子とチャゲの曲。二人のアイランドの曲。Thank you.
知らない、微妙に知らない。知ってます。キン肉マン2世っていうアニメやってましてね、僕らエンディングテーマ愛のまっすぐっていうところ担当しておりました。これね、 YouTube でね 31万回再生されてまあ、1人2回見たとして、少なくとも15万人ぐらいはこの曲を知ってると、ねこの曲今日覚えて帰ってください、はいね15万人の中にあなたも、はい、あなたも、ね入っていただきたいと思います。普段ね、普段この曲やらないんですけども、今日はお祭りなんです。特別
では見ていただきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、今では愛の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 マッシュ。体力使っていただこうかなと、はい、筋肉体操というのを考えてもいいですし、ちょっとね体力つけていただいて、はい、いきますよ、じゃあ僕が見本 見せますので、皆さん一緒にやっていただきたいと思います。 Do the muscle 愛のマッスル、愛はこうでした、ごめんなさい、はい、Do the muscle愛のマッスル、はい、Do the muscle 愛のマッスル、ぜひ、ちゃんとやってくださいよ。ぜひ、はい、もう一回いきますよ。はい、はい、はい。Do the muscle, 愛の muscle。Do the muscle, 愛の muscle。じゃあ、この続きいきましょうか。ね、続き。はい、この後、スクワット入ります。はい。Do the muscle, 愛の muscle。炎のように燃えている。はい、Do the muscle。今日も走る、俺がやらなきゃ誰がやる、はい、できてますか、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、できてる、こないだこれやったらね、次の日膝痛くなりました皆さん、ほどほどにやってください、はい、それじゃあ本番いきますよ、はい、いいですか、はい、でこの後、最後のサビもありますけど、最後のサビもずっと やり続けてください、僕らやりませんけど、はい、お願いしますよ、はい、いきますよ、はい、はい、Do the muscle 愛の muscle 炎のように燃えている、はい、Do the muscle 愛の muscle 俺がやらなきゃ誰がやる、もう一度、はい、Do the muscle 愛の muscle、はい、今だカジマのクソ力、はい、Do the muscle今日も走る、整備のために戦うぞ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、これも普通弟子様も喜んでいただき、ね、芸能の奉納ですから今日はね、本当にありがとうございます、よし、それではもう一度行きますか、じゃあ後ろ下がってもう一回行きましょう、はい、はい、Do the muscle愛のマッシュ、炎のように燃えている、はい、Do the muscle 今日も走る、俺がやらなきゃ誰がやる、はい、Do the muscle 愛のマッシュ、今だガチパンのクソ力、はい、Do the muscle 今日も走る、正義のために戦うぞ、シャキュI'm sorry.
がとうございます。スーパー機械のお二人です。世界の話はありがとうございます。はい、あ、もうそろそろお時間となっており、お時間でございます。じゃあ恒例の、香取神社音頭できるかな。ワンコーラスだけにしようか。時間なくなっちゃって、ワンコーラスだけいきます。はい、リカちゃん、リカちゃん、リカちゃん出てきてください。はい、はい、1番だけで、はい、はい、いきましょう。あ、ワン、あ、どうだ、あ、ワン、じゃあ、せい、はい。ございませんで、はい、皆様この後もお祭り楽しんでてください。どうもありがとうございました。